しかるに今、逆進の残によりて、秘儀の臨時を下さる。南欧シムヤからは、早く、秀康、種吉らを討ち取り、三代将軍の遺跡を全うすべし。1221年、鎌倉幕府は、将軍を失い混乱していました。この混乱をチャンスと見て、後鳥羽上皇は、北条義時打倒の兵を挙げるのです。かつて、朝廷軍に勝利した者はいません。幕府の中にも降伏すべきだ、という考えを持つ者もいました。しかし、北条政子は御家人を召集。彼らの前で歴史に残る演説を行うんです。はい、どうも皆さんこんにちは。今回は承久の乱についてお話しします。今まで朝敵といえば、藤原の中丸や平の将門などが登場しましたが、朝敵とされた人物は全員敗北してきました。しかし、この承久の乱で日本史上初めて朝敵とされた北条義時が勝利します。これによって朝廷の権力は地に落ち、江戸時代が終わるまで武士の時代となっていくんです。そんな重要なターニングポイントとなる、この承久の乱を詳しく見ていきましょう。前回の動画では、土御門天皇の時代に、後鳥羽上皇が朝廷で権力を持ったところで終わっていましたね。土御門天皇は、争いを望まない温厚な性格でしたので、後鳥羽上皇は順徳天皇へと好意を譲らせます。その後、順徳天皇も戦いに参加するために、中京天皇へと上位するんですが、この4人の皇族が承久の乱には登場します。ポイントは、後鳥羽上皇と順徳上皇が戦いに関与して、土御門天皇は戦いに関与しなかったというところです。中京天皇は当時4歳ですから、ほぼ関係ありません。対して、幕府は九条頼経が将軍となったんですが、完全に飾りの将軍です。実際には、北条政子とその弟、北条義時が権力を持っている状況です。まず動いたのは、後鳥羽上皇でした。後鳥羽上皇の御所は、茅野院という場所で、現在の地形でいうと、二条城の北東に存在していました。ここで、後鳥羽上皇は、やぶさめ大会を開催するから、腕自慢は集合、というお触れを出して、腕に自信のある武士を召集します。しかし、実際は、このやぶさめ大会というのは、武士を集める口実で、実際には、倒幕の準備を進めていたんでした。この頃、鎌倉幕府側の人間として、京都に働きに来ていた御家人がいたんですが、北条義時の義理の兄弟である伊賀光末以外は、大半が上皇側に寝返ります。光末も、やぶさめ大会に誘われますが、彼は、幕府側の人間として働きに来ていることを理由に、京都でのイベントには、不参加を決め込んでいました。案の定、やぶさめ大会にも不参加を表明したことにより、後鳥羽上皇は、翌日、彼の館を襲撃させます。この戦いで、光末は奮闘しましたが、討ち死に。こうして朝廷は、京都の幕府勢力を排除することに成功します。京都を簡単に制圧した朝廷は、その勢いのまま、北条義時追討の宣旨を出します。当時、朝廷の命令は絶対でしたので、上皇が北条義時を討て、と命令すれば、東国にいる武士が朝廷の味方となり、北条義時討伐に動き始めると思っていたんでしょう。さて、一方の幕府はというと、伊賀光末が討ち取られたという知らせがすでに届いていましたんで、警戒態勢をとっていました。そんな中に、義時追討の宣旨を持った使者が来るんです。警戒態勢をとっていたので、幕府側はこの使者を捕まえることができましたが、緊急事態なのは変わりません。この時、北条政子が御家人たちを集めて演説をしたと上級記には描かれています。皆、心を一つにして聞きなさい。これが私の最後の言葉です。頼朝公の恩は山よりも高く、海よりも深い。恩に報いようとする気持ちが浅いわけがない。朝廷に味方しようとする者がいるなら、今言いなさい。という演説ですね。実際に政子がこのような演説をしたかは不明ですが、似たような出来事は起こったんだと思います。北条政子の狙いとしては、朝廷から見下され続けた幕府成立前の記憶を御家人たちに思い出させることで、幕府を守ろう。とする気持ちを奮い立たせたんですね。こうして幕府は一致団結し作戦会議を始めます。会議が始まってすぐは朝廷軍を東国まで引き込んで箱根あたりで防戦を行おうという意見が多かったようです。鎌倉の地形は防戦に強かったんで、もしも箱根が突破されても鎌倉で耐えることができるという考えもあったんでしょう。しかし、これと反対の意見を言った者がいました。大江広元です。以前お話ししましたが、大江広元は、もともと貴族出身。つまり、朝廷側の貴族たちがどのように考えるかを、貴族の立場から理解していました。
その大江の広元が防戦に徹したら戦いが長引いて幕府側でも裏切る者が出てくる、一気に京都へと攻め込むべきだと主張したことによって話の流れが変わります。結局幕府側は京都へと攻め込むことに決めました。こうして起こったのが承久の乱です。とはいえ慎重論を支持して防戦を行おうとした武士がいたのも事実です。それらの慎重論を支持する武士を動かすためにはただ命令するだけでは足りませんでした。北条義時は息子の北条泰時に兵を集めている暇はないから今すぐ出発しろ、勝つまでは戻ってくるなと言ってたった18騎で鎌倉から送り出します。とにかく出陣することで御家人に考える暇を与えず出陣せざるを得ない状況を作ったんですね。この時に一度出発した泰時が一人で戻ってきて、もしも上皇自ら兵を率いたらどうすべきですかと質問したという話が残っています。義時は上皇に弓を引くことはできないとして、その場合は降参しろと命じます。しかし兵を送り込んでくるだけなら全力で戦えとも命じて再度泰時を京都へと送るんです。北条泰時は東海道を通って京都へと向かうんですが、武田信光が東山道、北条知時が北陸道を通って別動隊として京都へと向かいます。これら3つの軍を合わせた数は最終的には19万もの数となり、京都へと迫っていくんです。一方京都の朝廷はもともと戦事を出してしまえば武士が朝廷の命令を聞き北条義時打倒に立ち上がるだろうという考えで動いていたんで、幕府軍が京都へ攻め込んでくるという事態は想定外でした。これに慌てた朝廷は急いで出陣します。木曽川に沿って寺院を展開し、ここで幕府軍を食い止めようと試みるんです。しかし兵力を分散したことによって拠点ごとの戦闘力が下がってしまったこともあり、一つの拠点が突破されたらあとはドミノ倒しのように拠点が制圧されていきます。官軍の劣勢を聞いた京都は大混乱です。貴族も民衆も逃げ惑い、後鳥羽上皇は比叡山へと向かって直接援軍を要請します。しかし後鳥羽上皇が自社の待遇を以前から悪くしていたことを理由に比叡山は出陣を拒否。仕方なく上皇は比叡山を下山して瀬田橋と宇治橋に全戦力を集結させ最後の防戦を行います。6月の戦いなので梅雨が影響して琵琶湖は増水、川の水位も上がっていたことでしょう。そんな増水した川を渡るほどの奮闘の末、最後に勝利したのは幕府軍、負けた朝廷軍についた武士は自害したり敗走したりするんでした。こうして幕府軍は京都へと突入するんですが、最後の抵抗をしようとした朝廷軍の藤原の秀康、三浦種吉は後鳥羽上皇がいる茅野院に駆けつけます。しかし後鳥羽上皇は引きこもって出てきません。どこかへ逃げ延びろと言われた彼らは臆病者めと罵ったと伝わっています。最終的に後鳥羽上皇は彼らが私をそそのかしたんだと言って承久の乱の責任を藤原の秀康、三浦種吉に押し付けた上で北条義時追討を取り消します。そして秀康種吉追討を命じるんです。とはいえそんな嘘は幕府もお見通しです。後鳥羽上皇は沖に、順徳上皇は佐渡島に島流しとなります。戦いに参加してなかった土見門上皇は父が島流しとなるのに自分だけ京都にはいられないとして自分から土佐への島流しを希望しました。また北条義時は中京天皇を天皇から引きずり下ろします。後鳥羽上皇の血筋は信用ならないとして別の血筋から天皇を選ぼうとするんです。その時に考えたのが、もともと新幕府派として捕まっていた西園寺金常を中心とした朝廷を作り上げることでした。また後鳥羽上皇の兄である後高倉上皇の子供後堀川天皇に好意を継がせて後高倉上皇に院政を敷かせるという方法を取りましたんで、後高倉上皇は天皇を経験していないのに上皇を経験した異例の上皇となっています。さてこの承久の乱の処罰として朝廷にいた反幕府勢力はことごとく処刑されるんで、残ったのは新幕府派の朝廷です。途中に兼務の申請などを挟むものの、この承久の乱から江戸幕府滅亡までは武士の時代となっていきます。朝廷が幕府に対して反乱を起こすことがないように鎌倉幕府は京都の六原に朝廷を見張るための機関を作ります。これが六原短大です。承久の乱以前に朝廷を見張っていた幕府の機関が京都守護、承久の乱以後に朝廷を見張っていく幕府の機関が六原短大ということですね。しかし
この承久の乱が終わった3年後に北条氏の執権政治を作り上げた北条義時が死んでしまいます。ということで次の動画では北条泰時について見ていきましょう。それではまた次の動画で。最後まで見てくれてありがとうございます。このチャンネルでは日本史に出てくる場所を実際に歩いて学んだ情報を撮ってきた映像や写真を使って紹介しています。興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。